147番、148番のお客様、ただいまよりご乗船いただきます。128号線にお乗りください。繰り返しお客様のご案内を申し上げます。京都市の149番、150番、151番、152番のお客様、144番、そしたらね、3人さんね、ここ行かれる2名さんの隣に2名さん座ってもらって、で1名さん前に座ってもらっていいですか。電光すね、16キロ下っていきます。僕はだいたい1時間5時くらいかかります。あの頃は泳がれてるわ。冬の遠足にやから。平方やったらこの水またもの飲んでもらう。飲んでんの、はい、それ飲んで合流するもんね、あそこ。いや、合流じゃなくて、嵐山までね、毎秒1トンの、ね、水あげる。ああ、そう。で、それをポンプアップして、大山の長岡県の大山の大山の枚方寝屋川の方に乗りたいで作ってね、自分のどういうやつが何匹おったかそれを調べるやつ。あれは物産橋じゃないよね。今の橋はね、はい、流れ橋だった。あれは流れへんの。流れ橋したらね、木でできとる。で、水が大水したら。ちょっとここまでやっぱりな、だいぶ時間気があるな。夏の大会、夏にすごいことやってるから、やっぱやるんだな。今ついてる、あれすまあ、いや、要はああいう大松ね。こっからね、両サイド手出さんといてくだよ。手中入れとってくだよ。中にパイプあるでしょ、パイプ。はい、両サイドで青い波よけね、ちょっと腰当てろと。
座るチームって全然違う。